2023年、本日8月31日あの西宮北インターチェンジのところもう丘あんなことになってます。もうここからでも撮影できますよ。もうね、重機はまだ動いている。しっかりと通報したのに国へ行政アップロードして、あそこに一体何作るつもりなのか。で、向こうの方を見たらわかると思いますけども、あの斜面のとこあれ何なんでしょうね。結局下り、指で刺すとあの辺りいつの間にか切り開いてる。で、その上の方には建物があるんですけども、ゴルフ場作ろうとしたの？斜面はかなり急ですよ。もうみんな何してるか、もう自分たちがめちゃくちゃなことをしてるっていうことの自覚持ってない。エネルギーの残存量問題、ガソリン、石油のこと、残り今年ぐらいで世界的に技術的に採掘可能埋蔵量50年分ぐらい、シェールオイル、シェールガスは昔から掘ってる、何十年も前から。で、天然ガスは7割が石油の揮発したもので、天然ガスは残り50年分もうないです。世界的に技術的に採掘可能埋蔵量、もう尖閣諸島の海底の油田のパッパルパーの話もうどうでもいいです。もうその記事で飯食ってきた人間ももうどうにかした方がいいと思う。結局テレビ出てる人も同じ。海底1万2000メートルのところなんか無理。今1800メートルが世界で最高、海底の油田の採掘地点。もうそれ以上深いところなんか無理。水圧がかかってるから。もうちょっとずつぐらいだったら伸ばせるかもしれないけども、もうその1万メートルなんか無理、絶対無理。1万トンも重量かかってるのに、クレーンとかだって重たいものを引き上げようとしたら折れるんだから。サルベージ船なんか倒れてるんだから、船の方は。